ホンダ通信工業株式会社は、東京都品川区に本社を置くコネクタを製造、販売する日本の東証一部上場企業、長野県安曇野市と中国新鮮に製造拠点を構える。略称は HTK、通信機器や電子機器で使用される、コネクタの製造、販売を行う、特定分野でのナンバー1を複数持つ、セグマンツナンバー1を戦略として掲げている。 グループの認知度向上に向けて、ブランド HTK に統一。グループは、同社と連結し、会社発車の、軽給者で構成される。大株主として、パナソニックが20%保有している。2010年に、代表取締役社長に、佐谷慎一郎氏が就任。構造改革により、赤字から脱却し、その後事業は、順調に拡大。現在の中期経営計画。 GC20 では良い会社過去最高業績を目指している。もともと電話交換機のプラグジャックなどの通信向けの商品を作っていたことから創業者の名字であるホンダ通信という社名になっている。現在は通信分野は縮小しており FA 分野や車載分野の売上の方が大きく理由を知らない人は事業内容と社名に多少の違和感を感じる。 スポーツ振興松本山が FC スポンサー、活動 J リーグ、松本山が FC のプラクティスウェアスポンサーを務めており、夏休みのホームゲームのうち1試合を、ホンダ通信工業でと題し、子供向けのサッカー教室や、ハーフタイムでの花火大会を実施している。また、2015年からは U-18 のユニフォームスポンサーとなっている。新州あずみハーフマラソンへの共産新州。 安ずみのハーフマラソンにプレ大会から協賛しており、大会では HTK のロゴの T シャツを着た選手を結構見かける。地域振興 HTK 祭り2013年から毎年9月第1週の土曜日に開催している。屋台や特産品の販売、松本山が FC、地元の三里中学校の吹奏楽、和太鼓などのイベントのほか、工場見学や 工作教室なども開催している。発表では、地域の方中心に1400名程度が来場しており、地域恒例のイベントとなっている。配当から3月末の株主に実施。中間配当は今のところ実施していない。現在、2009年の副配以来、8期連続の増配中、株主優待から9月末の株主に実施。 500株以上保有の株主安美野の名産品に、霊園相当大安住野への寄付に、霊園3年以上かつ100から500株未満、保有の株主オリジナルクエカード500円、株主総会大崎ブライトコアホールで開催。株主が来場しやすいように、6月下旬の月曜日の午後にこだわって開催している。以前は、株主総会後に株主懇談会があったが、廃止されている。 代わりに、事業計画説明会を開催しており、お茶とお菓子が提供され、食べながら事業計画を聞くことができる。なお、事業計画説明会は、株主総会に来れない遠方の株主にと、後日、名古屋と大阪でも開催され、同様のお茶とお菓子が提供される。お土産は、毎年1000円程度のお菓子がもらえる。個人投資家説明会東京、名古屋、大阪で、 よく開催されている。最近では、広島、山口、松本、博多などの地方都市での開催に力を入れている。すべての説明会に社長が登場するが、発表の内容が面白く、ある掲示板では漫談と評されることもありがとうございます。